突然ですが、あなたはツイッターを使ってますか？そしてそのツイッターでなんとなくツイートしただけでお金が稼げたらなんて考えたことはありませんでしょうか？都合のいい話に聞こえますが、現代の仮想通貨業界においてはそんなことも可能になります。さらには仮想通貨ニュースサイトコインポストの記事でツイッターコインの開発存在が公に出ました。世界初のツイート2案にいち早く参入して、同じ Web3 銘柄のポルカドットやアクシーのように10倍20倍いや100倍を狙っていきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨でおくりびと、クリプト奥太郎こと市宮翔太です。本日の動画ではツイッターでつぶやくだけで仮想通貨がもらえるツイートファイについて初心者の方にも分かりやすいように詳しく解説していきます。最近イーロン・マスク氏のツイッター買収によってツイッター社に対しての注目が尋常じゃない中で、ツイッターコインの開発がリーク情報として明るみに出ました。その渦中のツイッターでつぶやくだけで仮想通貨がもらえる世界初のツイートトゥーアンとしてベータ版が開始されていますので、ツイートファイの概要、期待値、始め方をこの動画をご覧のあなたには共有していきます。 SNS 系の銘柄に期待している、ツイッター社の今後の動向が気になる、こういった方は必見の内容になってますので、こちらの動画飛ばさずに最後までご覧ください。本日の動画の構成としては、ツイートファイの概要、ツイートファイが期待できる根拠、ツイートファイベータ版の参加方法となっております。それでは早速本編に入って解説していきたいと思いますが、その前に一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。と本編に入る前に、3分でいいです、3分だけお時間をください。この3分であなたの生涯収入を100倍にする方法をお伝えしていきます。僕は普段仮想通貨投資で効率のいい稼ぎ方を発信してますが、たった一つのポイントを抑えるだけで初心者でも劇的に稼ぎを増幅させることができます。たった一つのポイント、何だと思いますか？答えは収入の蛇口を増やすことです。収入の蛇口というのは元手となるお金を少ない労力で稼ぐ力を身につけることです。何もしなくても毎月10万円、30万、100万プラスアルファでこの収入源を作ることで、あなたの生活は大きく安定していくと思いませんか？もっと言ってしまうと、収入の蛇口を作ることに意識を向けていかなければ、この先数十年ある人生において不安が一生つきまといます。なぜならば仮想通貨業界はこの先どうなるかわからないからです。トラベルルールによる国内への規制介入、税金問題や国外の仮想通貨規制による取引の低迷、いろんな問題が続々と出てきていますよね。そんな中でもパンデミックにより多くの方が収入の減少を理不尽に余儀なくされたことでしょう。そういった時に国は助けてくれましたか？助けてくれる人なんて最終的には誰もいないんですね。自分の身は自分で守るしかないんです。かくいう僕も仮想通貨投資に本腰を入れることができているのには理由があります。それは仮想通貨投資以外での収入の蛇口が毎月100万円以上確実にあるからです。だからこそ僕は日本や世界がどうなろうとお金の面で生活が崩れることはありません。ちょっとイメージしてみてください。あなたはこの先の未来においていきなり300万円の支出を余儀なくされたり、入院になって毎月30万円かかる生活がいきなりスタートしたり、もし仮にそうなってしまった場合、お金の面で死なない自信はありますか？ほとんどの方がないと答えるでしょう。だからこそ収入の蛇口を作ること、ここに本格的に今からでも意識を向けていくことが大切、かつ僕たちの人生において最重要課題なんです。仮想通貨投資でもそれ以外でも、あなたが着実に稼げる手段を確立させるべく、僕の公式 LINE ではこれから稼いでいきたい、投資をきっかけに人生を豊かにしたい、そういった方のために収入の蛇口を作る様々な方法を公開しています。あなたに適した稼ぎ方を最短4日間で手に入れる特別な情報を公開していますので、稼ぎたい、生涯においてお金の不安から脱却したい、そう思われている方は今すぐ僕の LINE に登録をしていただき、適正アンケートにお答えください。このアンケートにお答えいただくことで、あなたの今の投資状況など鮮明に理解させていただき、最適な情報を送らせていただきます。過去にアンケートにお答えいただき送付した稼ぐための情報を実践していただいた方々の中には、1週間で10万円の不労所得を作った方、1万円の資金を300万円まで膨らませた方、仕事を辞めて自由なライフスタイルを手に入れている方などなど、様々な成功者が輩出されています。あなたも本心ではこうなりたいと強く願っているのではないでしょうか。だけどもどうしていいか分からずにずっとやきもきしていたのではないでしょうか。そんな生活にはここで終止符を打ちましょう。安心してください、きっと大丈夫です。僕と一緒に本気で稼いでいきたい、そう思っている方は、まずはこの動画の概要欄より僕の公式 LINE に登録をしていただき、適正アンケートにお答えください。着実に確実に僕と一緒に収入の蛇口を作っていきましょう。それでは本編に入って解説を続けていきます。
動画の後編では僕が実際に行っている収入の蛇口を得る方法も公開していますので必ず最後までご視聴ください。それでは本編へどうぞ。はい、それでは本編入っていきますが、まずはツイットファイ知らないといった方がほとんどかと思いますので、ツイットファイの概要部分から解説していきます。ツイットファイはゲームファイの要素を備えた Web3SNS です。ツイートするだけで仮想通貨である TWT を稼げます。ツイッターの象徴ともいえる鳥の NFT バード NFT を所有して、ハッシュタグツイットファイをつけてツイートすると TWT を獲得できます。ただし TWT を獲得するにはフィード、餌が必要で、餌は一定時間経つと回復するので餌を無駄にしないように活用して運用するのがおすすめです。そしてゲームファイなのでゲームで遊ぶ要素もあって、こんな感じでバード NFT を育成しながら稼いでいくって流れなんですが、アイテムもたくさんあって、先ほど触れた餌、フィードとかバード NFT はハッシュタグツイートファイをつけてツイートした数によってウイルス感染といった要素もあるみたいなんで、まあ、薬を購入して治すか、7日後に自動的に消滅するのを待つなど、まあ、ポピュラーなゲームでいうとたまごっちみたいで懐かしさもあって、こういった要素は純粋に楽しめる部分も多いかと思います。ツイートファイは初心者の方にこそお勧めしたい理由があって、ここからは3つに分けて解説していきますね。まず1つ目、初期投資が不要のため無料で仮想通貨が稼げます。最初に卵 NFT を買う必要があるんですが、無料の卵 NFT もあるので正直無理にお金をかける必要はないかと思います。とは言っても当然有料の卵 NFT の方がレアなバード NFT が孵化する可能性が高く稼ぎやすいですが、無料の卵でも最大数の10個集めてしまえば1日最大で 200TWT ほどは稼げます。 TWT の価格次第ではありますが、無料の NFT でも十分に稼ぐことは可能です。次に2つ目、ツイートファイでの使用トークンは TWT のみで分かりやすいといった部分。ツイートして稼いだ TWT を使ってゲームを進めて、さらに得た TWT を現実で取引して資産に変えられます。ゲーム内で使うトークンと現実でやり取りする仮想通貨が同じなので NFT ゲーム初心者にも分かりやすいです。最後3つ目、すでにベータ版がリリース済みで近々で正式版もリリース予定といった部分。2023年第1四半期の正式リリースに先駆けて11月29日からベータ版がリリースされてます。ただベータ版は NFT を持ってないと参加ができません。ベータ版に参加したい方はプレセールで NFT を購入した方、もしくは定期的に開催されるギブアウェイでバード NFT を入手しましょう。このギブアウェイの参加方法に関しては簡単で、ツイッター上でギブアウェイを行っているユーザーをフォロー、そしてギブアウェイのツイートをいいねとリツイートで抽選に参加ができます。つまりまとめると、無料で始められて操作もシステムも単純明快で、近々で正式版のリリースが予定されている。この3つのことから言えるのは、 TWT トークンは未上場ではありますが参入障壁が限りなく低くて、今イーロン・マスク氏のおかげでかなりの旬の銘柄で、 Twitter といった世界でも最大規模のプラットフォームで運用するので分かりやすく流行る可能性が高いということが言えます。さらには仮想通貨ニュースサイトの記事で Twitter コインの開発存在が公に出ました。これ冒頭でも触れたんですけど、 TwitFi がそれとまでは言えませんが可能性のある銘柄、例えばまあ、このツイートファイだとかコーダとか同時だとか、これらの銘柄は少額でも投資しておきたいですよね。そしてイーロン・マスク氏のツイッター社改革によって経費削減や発言の自由を目指して急速に Web3 化も推進される中、ツイートトゥーアンといった新しい市場が昨年のアクシーなどによるプレイトゥーアンブーム、今年のステップなどによるムーブトゥーアンブームの後に来てもおかしくないかなと僕は考えています。うまくいけば同じ Web3 系の銘柄でマクトを見せたジャスミンやポルカドットなどのように価格を10倍20倍、まあ、下手したら100倍以上つけることも十分にあり得ると考えています。さてこれからはツイートファイの始め方を共有していきます。まずはじめにメタマスクのブラウザからツイートファイの公式サイトを開きます。でツイートファイの公式サイトの右上の部分、遊ぶを選択してもらって、こちらのページになりますのでコネクトボレットで、最後にこのページになったら完了です。無料ということで参入のしやすさもありますし、たまごっちのようなゲーム性、まあ、可愛いキャラクターで始め方も非常に簡単ですので、あなたもぜひ参加してみてください。この後の詳細情報も出てき次第 LINE や YouTube で共有させていただきますので、この動画がいいと思ってくれた方はまずは高評価のグッドボタンを押してもらって、この動画の概要欄にある僕の公式 LINE の登録、動画のコメントもいただければ幸いです。この動画を見た上でツイートファイが気になる、情報を追ってみたい、でも公式サイトがわからないよといった方は直接送らせていただきますので、概要欄にある僕の LINE にツイートと自動返信にするためカタカナ4文字で一言だけメッセージをください。この動画以外にもわからない部分、仮想通貨に関することをお聞きいただければお答えしますが、最近気になるのがざっくりしたご質問ですとスムーズに会話が成り立ちませんので、何に対する質問かを明確にしていただければというのと、わからない部分の画像などがあるとスムーズになりますしありがたいです。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日はツイッターでツイートするだけで
仮想通貨が稼げる世界初のツイートトゥアン、ツイートファイについて解説してきました。動画本編のご視聴ありがとうございます。こんな感じで僕の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしています。最近ですと僕のもとに現在どうやって収益を上げているのか、過去にどうやって収益を上げてきたのかといった声かなりいただきますので、これからはゲリラ的に僕が収益を上げている方法の一部、その手法をお見せしていきます。気になるとかやってみたいとか難しそうとか、僕も初めての試みですので何でもご質問いただければ幸いです。いきなりなんですが、こちら僕が今最も稼げる手法を教えて実践されて実際に収益を上げられた方からいただいた掲載許可済みの LINE を紹介していきます。一宮さん、いつもお世話になってます。あまり報告できずにいてごめんなさい。練習でやるのを終わらして1ヶ月できる日は毎日続けてやってみたらものすごく増やせました。日報みたいなものをあまり送れてなかったので送ります。たまに一宮さんが載せてくれる他の人の結果見て燃えちゃいました。私のも使えそうだったら使ってください。我ながら結構頑張ったと思います。木口さん、結果報告掲載の許可ありがとうございます。本当に初めはどうなることかと思いましたが、無事収益を上げられたようで本当に何よりです。こんな感じで日々いただいている LINE を紹介させていただきましたが、はい、では早速僕が稼いでいる手法の一部、こちらですね。いきなりこの画面なんだと思うかもしれませんが、聞き慣れない言葉かと思いますが、仮想通貨バイナリーで僕が普段トレードしている画面になります。はい、エントリーしました。少し退屈なので今のエントリー軽く説明していきますと、画面左側、矢印のサインが出ていると思うんですが、ここ勝率 88% だったというのと、下がりきって収束するポイントでしたので間違いなく反発すると考えてハイエントリーしております。待っている間、先ほど触れました仮想通貨バイナリーについて軽く解説していきますと、あなたが思っている仮想通貨投資って例えば主に IDO 投資、現物保有、これらではないでしょうか。ですが仮想通貨投資というのは仮想通貨が浸透しつつある現代において、もうそっくりそのままトレードができる時代なんですね。冒頭でも仮想通貨投資において収入の蛇口を増やすといった面非常に重要とお伝えしていますが、そういった面でも大事なんです。そして何よりこの仮想通貨バイナリーのメリットとして、ノーリスクで仮想通貨に投資ができるようになるという部分です。どういうことなのかと言いますと、今あなたは IDO の参加、現物保有をするのに日々働いて作ったお金を投資資金として運用していませんか。これってリスクですよね。買ったはいいけど暴落して大損したらどうしよう、こういった不安が頭をよぎったことってありませんか。投資をしている人間であればあると思うんです。いくら稼いだというのも大事ですが、本物の投資家というのはいかにローリスクで少ない労力で自分の資金を安定して増やしていくか、ここにフォーカスしているんですね。 IDO 投資って不定期ですし、時期にかなり左右されますし、それ以上に投資する銘柄の精査が本当に大変です。現物保有に関してもプロジェクトの進行、ファンダを追って待って、やっと上がるのって何年後なんでしょうか。そもそも上がりますか、わからないですよね。仮想通貨バイナリーであればリスク、ストレスの原因であるいつ来るかわからない IDO 投資の際の銘柄精査も、何年後に何円になるかわからない現物保有も、そんなもの一切取っ払って口座さえ作って僕のこの手法を使うことで即金なんです。この手法さえ知ってしまえば即金なのもそうですし、時期的な影響も受けづらく安定した収益を上げられてしまいます。そのお金ってもうノーリスクですよね。ノーリスクで手に入れたお金で自分の好きなものを買ってもいいですし、もっと言うと IDO 投資などのための余剰資金が手に入ります。ここまで話してきて詳細気になる方はこの動画の概要欄にあります僕の公式 LINE にご登録していただき、まず声をかけに来てください。はい、とりあえず20万円でエントリーしたんですが勝てましたね。プラス15万円です。今見ていただいた通り難しいことなんて一切してないんですね。ですが初心者の裁量ですと絶対に勝てません。このように僕が行っている手法、トレードを真似していただくだけで僕と同じくらいなら簡単に稼げてしまいます。もし今あなたがトレードをやっていて結果が出ていない、 IDO 投資に対する種銭作りをしたい、こう思われているのならぜひ僕に声をかけてきてください。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。それではあなたからのメッセージをお待ちしています。